グレン・シャディックスはアメリカ合衆国の俳優、声優、脚本家。アラバマ州に生まれたシャディックスは高校卒業後に南バーミングハーム大学へ進学。そこで2年勉強をした後の1970年代後半に役者を目指しハリウッドへ移る。その後、ジャック・ニコルソンとジェシカ・ラング出演の郵便配達は2度ベルを鳴らすの早くで映画デビューを果たす。 シャディックスの名が知られるようになったのは、ティム・バートン監督のホラーコメディ、ビートル・ジュースのオーソ役からである。この役を得るまでには、逸話があり、シャディックスは、ある舞台に出演しようとしていたところ、エージェントからリスクが高すぎると猛反対を受ける。しかし、シャディックスはその仕事を引き受け、舞台に立つことになった。そして公演の夜、観客の一人として、ティム・バートンその人がそれを見ていた。 その舞台をきっかけに、シャディックスはビートルジュースへ出演することになる。同映画は低予算だったにもかかわらず、大きな収益を上げた。同映画出演以来、バートンとは友人関係であるという。2000年には、バートンが出版した絵本、オイスターボーイの憂鬱なしをアニメーション化した、ウェブアニメのザワールド・オブ・ステインボイで一人四役で声の出演をしている。また、 バートンが原案を務めたディズニーが制作のストップモーションアニメーションナイトメアビフォアクリスマスの長々メイヤーの声も担当した。この役はシャディックスがバートン宅を訪問していた際、裏庭のプールで泳いでいる最中にオファーを受けたらしい。メイヤー役であることは日本でも知られており、2004年10月にシャディックスは日本のファンのために来日している。テレビや映画など、 俳優活動を積極的に続けていたが、2010年9月7日に死去、58歳没。シャディックスの姉妹によると、シャディックスは車椅子生活をしており、自宅の台所で倒れて頭を打ったのが死因だとされる。ありがとうございます。